こんにちは、いずいこです。それでは今回なんですけども、Amazon ブラックレデー開始ということで、この動画では僕がここ最近 Amazon で買ってよかったものを紹介したいと思います。それでは、行ってみましょう。ちなみにですね、Amazon で現在開催されているブラックライデーのキャンペーンについては、過去こちらの動画で色々とまとめておりますので、まだ見られてない方はこちらの動画をご覧ください。概要欄にリンク置いておきます。では早速ですね、ここ最近買ってよかったもの一つ目なんですけども、まずはこちらのきなこくるみ 250g ということで、 なりお菓子紹介するんかいと思うんですがこれねめちゃくちゃうまいですご覧のようにくるみの周りにきなこがコーティングされてるそのまんまの商品ではあるんですけども評価がですね174個あって4.4というねまだそんなにめちゃくちゃ多いわけではないんですけども評価自体は結構高いんですよで僕は結構ね間食とかで、ね、ナッツを食べることが多いんですけどもチャンネル内でも何度か紹介したことがあるんですが基本的に無縁のナッツしか買わないんですよねでそこでちょっと気分転換的にこのきなこくるみを買ってみたんですけどもまあこれが めちゃくちゃ美味しいんですよ。でこのきなこくるみが入ってる原材料と成分なんですけども、くるみ以外にもお砂糖ときなことか水飴食塩、こういったものが入っております。なのでほんとちょっとしたお菓子みたいな感じでね、食べることができます。実際の商品がこちらなんですけども、いつもね、小皿にちょろちょろちょろっと入れてね、完食で楽しむことがあるんですが、これ食べた感触が結構面白くて、くるみだけで食べたらですね、もちろんサクサクっとした食感があると思うんですけども、周りに少し水飴とかお砂糖がコーティングされてるので、噛んだ瞬間カリ とねいい感じの食感があるんですよそこから水飴とかの甘さプラスくるみの甘さがね下に馴染んでくるのでこれ1回食べたらわかるんですけどもめちゃくちゃ病みつきになるんですよなのでナッツ自体ももちろん脂質も多いですしちょっとカロリーも高いので食べ過ぎにはちょっと注意してほしいんですけども普段から甘いものが好きな方とかナッツが好きな方はですね結構ハマると思いますこちらですね 250g と 500g の種類があって 250g で1000円1050円ですねで 500g にしたら1650円ということでちょっとね お得に購入できますで、さらにフレーバーがですねきなこ以外にも例えばきなこメープルであったりあとはメープルそしてメープルプラス黒糖シナモンあとは黒糖シナモンの6種類ございますでこれはちょっと口コミだけしか見てないのでわかんないんですけども僕自身はこのきなこくるみだけしか買ったことないんですが口コミを見る限りはこのきなこくるみ以外の商品はちょっとイマイチな評価が目立つような印象ではあったので僕個人としては今回はこのきなこくるみこのきなこのタイプですねこれを 本当ににおしししててりますですのでまますすすすでででのちちょっっととととた感触とかか興味がああるるる方はは試しに買ってみる価値はあるかなと思いいね永遠と食べちゃいます続きまして、二つ目のおすすめの商品はこちら、オキシクリーンということでね。いや、もうこれは知ってるぞという方がいらっしゃるかと思うんですが、もうやっぱりね、この商品は本当におすすめなんですよ。この商品は酸素系漂白剤ということで、つけ置きとか染み抜きとか、そういったものでね、使うことができます。まあこれはちょっとアマゾンでも買わなくていいんですが、例えばウェルカツとかでもね、もちろん 買うここととももでででききまますすすし他のドラッグストアでもねお得に購入することができます今回僕が動画を撮影している時点であれば、こちらの商品、1500g で1445円。5%ね、安くなっております。ちなみにこの商品は、こういったスプーンが入っておりまして、例えば、ポイント1、酸素パワーで汚れを落とすと。オキシきルインをお湯に溶かすと、酸素の泡が発生して、そして汚れを落としてくれる。シミを落としてくれるという商品です。他にも、洗濯機でも使うことができるんですが、いつもの洗濯に一杯入れると。 そうすることで、ちょっと頑固な汚れとかをね、落としてくれます。で、他にもね、この置きし漬けってめちゃくちゃ良くて、これが僕が一番使う使い方ではあるんですけども、洗濯槽の掃除にね、使えたりとか、上履きとかスリッパに使えたり、食器にも使えたり、玄関のた,たきにとか、ぬいぐるみとか、玄関のマットにということで、様々な場面で使うことができます。しかも匂いがないので、洗った後もね、何も気にせず今まで通り使うことができます。まあ、例えばですね、僕が使う例も一つ紹介できればと思うんですが、こちらのです、ね ね、コーヒーのポットですねコーヒーメーカーから落としてコーヒーをちょこちょこ落とすことがあるんですがそこでちょっとね見えづらくて申し訳ないんですけどもこの真ん中あたりが黒くなってるのがわかるかと思いますで中がねちょっと白くなってて黒とねこの白というか銀色の部分がほんとマチマチな状態になって,て,もなってると思うんですけどもこの黒い部分はいわゆるそのコーヒーが <laughs> 染み付いてるような状態になってるんですよでここから先はですねちょっと映像を流すかどうか迷ったんですけども自己責任で見てほしいんですがまずこの中に おきしクリーンを入れて、そこからお湯をこの中に入れます。そしたらどうなるかというと、ご覧のようにですね、ブクブクブクってね、泡が出てきて、こんな風に中の汚れを落としてくれるんですよ。ちょっともう一回流しましょうか。こんな感じですね。ちょっとグロくて申し訳ないんですが、今までね、中はすすいではいたんですけども、こすって落とすことができないので、僕が結構放置した結果、かなりのね、コーヒーがへばりついてました。で、結果どうなったかというと、この真っ黒かった中がせーの、じゃんということで、めっちゃくちゃ 綺麗になるんですよねこれヤバくないですか <laughs> しかも中もそうなんですけどもこの内側の部分とかなかなかスポンジとかで洗っても取れなかったような汚れとかそこも全部綺麗にしてくれるんですよねなのでこういったコーヒーのポットとかまあ、食器類関連に関しては本当に綺麗に取れますあとね僕ジムとかでも結構お水とかいろんな飲料持っていくことがあるんですけどもこういうボトルを結構使ってるんですよでこちらのボトルもですね定期的にまあ、スポンジとかを使って中までね入れてこすって洗うことがあるんですがやっぱりね うまく取れなかったりとか汚れが染み付いちゃったりする場合があってなんかいつもの飲み物の味じゃないとかたまりあるんですよでそういった時にさっきみたいな感じでオキシクリーンを中に入れてそこから上からお湯を入れるだけそしたらまたブク,ブクブクって泡が出てくるのでそれと同時に汚れをきれいに取ってくれるということでございますいやもちろんね知ってる方はほんとたくさんいらっしゃると思うんですけども興味がある方は一回やってみてくださいめちゃくちゃ綺麗に取れますであと僕がやってるのは本当いろんなことに使えるんですけどもちょっとこの中に近いものであればぬいぐるみとか になるんですかね？まあ、ぬいぐるみではないんですけども、自宅にあるバスタオルとかタオル関連これがですね。普通に洗濯機で回して洗って乾燥機をかけてもなんか匂いが残ったりする時期があるんですよ。特に夏場とかなんか生乾きではないんですけども、なんか生臭い匂い,いがするみたいな。そういった時にお風呂場にお湯を溜めて、そこでいわゆるおキシ漬けをするんですよ。そしたら本当にね。匂いが綺麗に消えちゃうんですよね。まあ、イメージはこんなのぬいぐるみな感じ。このぬいぐるみの代わりに中にオキシクリーンを入れて、そしてお湯を入れて。 あとはバスタオルとか入れて、あと普通のタオルとかですね、それも入れてオキシ漬けをしたら匂いが取れて、あとは軽くね、洗濯機で洗い直して終わりということで、未だにこのオキシクリーンはめちゃくちゃ愛用しております。 他にもね、普段からオキシクリーンはこんな感じに使ってますっていうようなアドバイスがあればぜひコメント欄で教えてください。続きまして3つ目のおすすめの商品はこちらなんですけども、ハンガー、衣類収納アップハンガー2本組、かっこブラックということで、これもめちゃめちゃおすすめなんですよ。まあね、ちょっとブラックフライデーで安くなってるわけではないんですけども、個人的におすすめの商品なんで紹介できればと思うんですが、まあこんな感じの商品なんですよ。まあ実際にどういった風に使うか、この写真がすごいわかりやすいんですけども、ビフォーであれば普通に、まあラックにですね、ハンガーをかけてる状態。 だと思うんですけどもこのハンガーラックをかけることによって、上にカポってはめると。そして、二段になってるんで、前と後ろ交互にですね、このハンガーをかけていくんですよね。そしたら、スペースがめっちゃ空いてるの分かりますかねまあ、この状態だといまいち分かりづらいと思うんですが、ちょっとせっかくなんで僕がね、実際に使ってるところも見てほしいと思います。これが、現時点で使ってる状態なんですけども、上のこのラックのところに、このアップハンガーですね。今回紹介してるこのアップハンガーをまずかける。そこから、 自分の洋服をですねどんどんかけていくとでちょっと分かりやすいように僕左詰めに結構ギチギチにですね今かけてるんですよまあ、かなり左に寄せてます現時点でもこれぐらいのスペースはまあできてると思うんですけどもここから実際にちょっと奥見えづらくて申し訳ないんですがこの2段になってるとこ上と下上と下っていう交互にですねハンガーをかけていくとこんな感じになるのがわかるかと思いますもうこの時点で明らかわかると思うんですよねもちろん洋服の数は先ほどの数から全然変わってなくてもうこれぐらいのスペースができちゃうんですよねもと ぐらいまでしかスペースがなかったのが、まだまだね、洋服の入るスペースができちゃうっていうことですので、収納するにはこのハンガめちゃくちゃ優秀です。もうちょっとわかりやすいように横並びにしてみましょうかね。これが特に何もしてない状態。そこから前と後ろ交互にですね、この2段のハンガーを使うことでこれだけのスペースができちゃうということになりますんで、まあそんなに洋服着ないよとかいらないよっていう方からすればあまり魅力的な商品ではないと思うんですけども、まあ季節によってね、かけてる服とかを変える方もいらっしゃると思うんですよ。そういった方からすればかなり役に立つ のかなと思います。僕の自宅自体はそんなに大きなク,レーズクローゼットがあるわけではないのでさらに洋服を畳むのがめんどくさいんでこういったロン T とかニットとか含めてだいたいかけてることが多いんですよ本当は畳んで収納のボックスとかに入れればいいんですがそれさえもめんどくさいのでこうやって洋服をかけることが多いんですよそういった時にこういったアップハンガーがめちゃくちゃ役に立つんですよねで、まあ先ほどもお伝えしたようにこれはちょっとブラックフライデーの対象の商品ではないので2190円という本当絶妙な金額にはなるんですけども ま自分の自宅の収納をもう少しスッキリしたいなとか洋服本当はもう少し置きたいんだけど収納スペースがないなっていう方からすればかなり役に立つアイテムかなと思いますまこれを使うことによってめちゃくちゃ洋服が置けるというわけではないんですけどもほんの気持ちねスペースが空くので少し余裕を持ちたい人にはおすすめかなと思います一応ですね僕はブラックを使ってるんですがグレーとかもあるみたいなんでまあ、ご自身の自宅に合ったスタイルでまあ、色もね選んでみてはいかがでしょうか本当におすすめです次に4つ目のおすすめの紹介 品はこちらの象印の貸し付きでございますいや、また出てきたんかいっていう風に思う方いらっしゃると思うんですよ。そうなんですよ。僕結構前にもこの加湿器紹介してるんですが、もう今からの季節はほんと加湿器めちゃくちゃ役に立つと思うんですよ。そんなに感想とか気になんないっていう方からすればね、無縁の話だと思うんですが、結構 こう僕もこういった喋る仕事とかもしてるので喉とかやられちゃうことが結構あったりするんですよ。あとは寝る前とかも乾燥してて起きたらもう喉カスカスとかそういった経験が結構あったりしてその時にこの象印のスチーム式の3リットルのタイプこれを買ってですね本当に生活が変わりましたね。口コミは結構高いんですよ。もちろん値段もねいい値段するんですよ。18,414円ということでね。で、検索していただくと結構わかるんですがもう一回り大きいタイプもあったりとかあとは色のバリエーションの時 にこのグレーもありりままますすすグググレレレーーーに関しししししててててはははちょっっとねね安くくななたたでででホワイトです、ね、僕が紹介してるのはグレーでもう一つはホワイトということで。まあ、象印から出てるので、もうビジュアルがすごくね、ポットっていう感じにはなるんですけども、機能面からすればもうほんとパーフェクトに近いです。そんなに細かくボタンがあるわけではないんですけども、電源のボタンとか、あとは控えめ標準しっかりとか、あとタイマーとかね。そして、チャイルドロックとか、そういったのもあったりします。あ、もう一つサイズ大きいのありましたね。13畳までであれば、 この4リッタ,ータイプで、10ままでであればここの3リッタ,ータイプとということになりますで僕の自宅にあるのはこちらの加湿器ということで、ちょっと汚れてて申し訳ないんですが、もう今使い始めて2年目か多分3年目ぐらいになるのかななんですけども、ま、ここ最近ね、また加湿器を出してきて、現在愛用してるんですが、上の部分はこんな感じとなっておりまして、ここからですね、蒸気が出てきます。で、開けるときはこのロックを解除して、上の押すってのを押せば、上からですね、水を入れることができまして、もうほんとポットみたいにここまでっていうね、ラインがあるので、ここまで、 水を入れて、あとはスイッチを入れるだけで OK です。使い方はもう超シンプル。で、もしこの加湿器を使う場合は、まあすぐじゃなくてもいいんですけども、このピカボットっていうのをですね、購入するのをお勧めします。これは、 ま、簡単に言うと、今お伝えしてる加湿器を、きれいに清掃してくれる一つの商品ではあるんですが、こんな風にポットをですね、クエン酸を使って、きれいにね、すっきり付着してる成分を落としてくれるということなんですが、加湿器を使っていくと、下の部分とかが若干汚れてくんですよ。水とかで洗ったりとかしても、全然汚れが落ちなかったりとか、スポンジで軽く擦っても全然落ちないんですよね。で、その時に、このピカポットっていうのが活躍するんですが、もう使い方は簡単で、ぬるや、ぬるま湯に溶かしてポットに入れて、沸かして保温 あとはお湯を捨てて進むだけということですので、使い方は超簡単。で、こちらに関しても象印から出てるものになってるんで、まあ実際これを使えばね、今使ってる加湿器が綺麗になります。動画を撮影してる時点であれば18、18%安くなっておりまして、900円で購入できまして、4本入っておりますね。なので、まあこの加湿器を買う時は、これをセットで購入するのもいいですし、またはその加湿器を使うシーズンが終わった時に、Amazon でこのピカポットを購入して、中を清掃する、そして保存、保存というか保管するという感じで、 使うぐらいがいいと思います。ちなみにですね、僕自宅には、この象印の加湿器以外にも、山ンの加湿器があるんですよ。これは、加湿器のことが詳しい方いらっしゃれば、ご存知だと思うんですけども、この山ンの加湿器は、気化式の加湿器、そして、象印の加湿器に関しては、スチーム式という二つのタイプに分かれております。確か、加湿器は、タイプ的には四種類のタイプがあったんですけども、そのうちのね、二つのタイプが僕の自宅にありまして、このスチーム式のメリットなんですけども、水を 結衛生的なんで、すすすよよねななななのででで使ってたらわかるんんんけどそんなに中は汚くなんないんですよでデメリットなんですけども、ヒーターの加熱に電力を使うので、結構ね、電力、電気代は高くなります。まあ、結構って言っても使う頻度にはよると思うんですけども、この気化式に比べたら、電気料金は高くなります。もうイメージとすると、電気のポットを使ってるイメージに本当に近いので、それをずっと付けっぱなしになるので、電気代はもうね、やっぱ高くなります。次に、この右側の気化式についてなんですけども、この気化式の加湿器の メリットとすると消費電力が小さいので電気代が安いんですよ。その代わりデメリットがですね。フィルターに雑菌やカビが繁殖しやすいんですよ。これ実際に2つを使ってみて、めちゃくちゃ分かったんですけどもまあ、ちょっとね。次の画像は自己責任でも見てほしいんですけども、じゃんということで結構ですね。汚れてるのがわかるかと思うんですよ。これもね。ちょっと僕の扱いが下手なのか、いまいちよく分かってないんですけども、汚れが全然落ちないんですよね。ちょっと気化式の加湿器について手入れ方法詳しい方いらっしゃ。 ぜひコメント欄とかこれおすすめですよっていう商品があればね教えてほしいんですけどもなんかこれに比べてちょっと手入れというか清潔感を保ちにくいなっていう印象ではあるので何かいい方法があれば教えてください他にもね加湿器は確かあと2種類ぐらいねスチーム式と気化式以外で種類があるのでどれが自分に合ってるかまあそこはご自身のライフスタイルによるかと思うんでま電気代はかかってもいいからずっと綺麗に保ちたいからスチーム式がいいとかそんな加湿器にお金とかかけて、ね 選んないそういった方は気化式でもいいと思いますけど僕的には完全に個人の感想ではあるんですけども電気代がかかってもいいからまあ、丈夫に長く使えるもの清潔に使えるものということでスチーム式をね選んだんですけども本当これで良かったなという風に思いましたねという感じのおすすめのカース付きでございましたそして最後5つ目なんですけどもこちらでございます便利旅行圧縮バッグということで2023年最新型ということで他にね2024年の最新型がもしかするとあるかもしれないんですがこの圧縮バッグはマジ で、おすすめです。特に、もうこの名の通り旅行に行かれる方、そういった方にはおすすめですね。打ち込みの件数結構多くて、1253件あって、4.0と。まあ人によってはちょっと微妙な評価の人もいるかもしれないんですが、比較的ね、いい評価の方が多いなということなんですけども、これですね、とりあえず、圧縮前であれば、23センチの高さで、奥行き22センチで幅が35センチなんですけども、圧縮することで13センチまでね、ちっちゃくなるんですよ。で、使うイメージなんですけども、こんな感じにちょっと靴を入れることは はないんですけども基本的に僕衣類を入れることが多いんですがこういった衣類を入れてあとはこんな風に圧縮をして使うということになりますなのでキャリーケースとかで結構いろんな衣類で幅を取ると思うんですけどもひとまずこの中に全部詰め込んであとはこのジッパーをですねくるくるくるってビーって回していくとこんな風に小さくなるのでいやー本当はこのキャリーケースの中にお土産とかいっぱい入れたかったんだよなとかこのスペースに さっき買ったこれ入れたいんだよなっていう時にこの圧縮袋でとりあえずスペースを確保してあとは残りのスペースでお土産とかをバンバン買って帰るっていう感じの使い方になりますちなみになんですけどもこれの唯一のデメリットですねとにかくこんな風に入って小さくなるとはいえどこのファスナーこのチャックをですね閉めるときに結構力いるんですよ使い方のイメージとすると今こんな感じにこの人手で押さえてるんですが僕の場合これ上から僕が乗ってそこからジッパーでぐるぐるぐるって回すっていう感じなんでおそらく そそのの低いいい評価の1つととととするとジッパーがままりにくいとかかういったことかもしれませんちょっと見てないので申し訳ないんですが、唯一のデメリットはそれなんですけども、それさえできれば、キャリーケースとかに入れてて、収納の場所を確保することができるので、それ含めてかなり魅力的な商品です。一応この商品はブラックフライデーの先行セールの時であれば、2108円、21%安くなっておりますので、たまに旅行に行くとか、そういった方からするとおすすめです。ちなみに僕が使ったのであれば、ここ最近韓国に行ってきたんで、キャリー ケースで行ったんですけども韓国でもかなり役に立って空いたスペースでお土産をいっぱい買ってきたりとか海外であれば今年の頭ぐらいにですねハワイに新婚旅行行ってきたんですけどもそういった時にもこれのおかげで僕の下着類とかインナー類全部この中に収まって空いたスペースであとはお土産をいっぱい買って帰ったという感じでもうほんと1回使ってみたらわかるんですけどもめちゃくちゃ感動しますなのでこちらの商品も個人的におすすめでございますまあそんなこんなで今回は Amazon ブラッククライデー買い Amazon で買って良かったものについて簡単ではありましたけど もお伝えさせていただきました、まあ、こちらはですね僕が実際に使ってみたりとか食べたりして本当に良かったものを紹介しているのでもしかすると人によっては合わない美味しくないとかいうこともあるかもしれ,なせ知れませんので興味がある方はですねチェックをしていただければと思いますで繰り返しはなるんですけども先ほど動画内で紹介した過去ですね Amazon ブラックフライで絶対やるべきことというお得なキャンペーンについてもまとめた動画をアップしておりますしその動画内で紹介したリンクも一応この動画の概要欄に貼っておきますので興味があるものがあればねチェックしてください ま、これ系の動画はね、毎回ね、アップするために思うんですけども、需要があるかどうかわかんないんですが、やっぱりね、実際に自分が使ったものをね、紹介するっていうのは、結構面白いとこでもありますんで、これからも需要があれば、これ系の動画をアップしていこうかなというふうに思ってるとこではあります。まあ、ぜひ今回の動画を見て、動画の感想あればコメント欄書いていただければと思います。前回 Amazon プライム感謝祭で紹介してた商品買いましたとか、あれ食べたけど、僕には私には合わなかったですみたいな動画の感想もいただければと思いますし、動画内でお伝えさせていただ いただいた各商品のリンクにつきましては順番に概要欄に貼っておきますのでぜひ、ね、興味がある方いらっしゃれば概要欄チェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました